ホブドは、モンゴル西部の都市。ホブド県の県都である。17世紀、今のエルデネビューレンソムの菓子に、ジュンガルのガルダンハーンが建設した。郊外では、東トルキスタンや中央アジアの旅衆が持っていた、ノウハウを生かし、園芸学が発展。真の支配下に入ると、ブヤント川のほとりに、イマルごと移転させられたが、 1912年8月7日に、モンゴルの豪族連合からなる軍勢が解放した。兵衛は破壊され、新朝の間接統治体制は廃止された。アルタイ山脈の裾のブヤント川のほとりに位置する。東に2 5トルほどのところには、マインハン自然保護区の一部に指定されているハルスコがある。スイカや、トマトなどの夏野菜や、 質の高い季節の肉製品で知られる。1992年の行政再編で独自のソムを割り振られた。気候は、欠片の気候区分の砂漠気候にあたり、暑く短い夏と長く乾燥した極寒の冬が特徴。香水はわずかで、夏に集中する。市の総人口は26,023人、3479人、28,601人と、 推移している。ソムの人口は6,675世帯の32,351人で、ジュンガル、ハルハ、ザフチン、トルグート、ウリャンカイ、ミャンガド、ドゥルブド、バヤド、カザフ、ウズベク、ウゼムチンなど10以上の民族集団がある。ありがとうございます。